SAD で診断、手帳申請中です。診断書に精神障害があって日常生活が著しい制限を受けるか、または日,日常生活に一時制限を加えることを必要とする程度のものに該当との記載です。実家暮らしで診断書には一人暮らしも難しいのではとのこと。先生のご意見では、等級は2級か3級いずれでしょうか。ご教授くださいと。 うん、これは、これだけだとちょっとわかんないですね。はい。えっ、ー、と。手帳の2級なのか3級なのかっていうのは、実はネットを見るとですね、あの、なんか漏れててだったりしますけど、まああんまりその、 深く考えない方がいいですね。だいたいですね、まあ、外来通院とか、あの、仕事ができたりするとですね、まあ、3級とかですね。で、時々入院をすると2級っていう感じですね。で、やっぱりこう、退院できないとか、もう、よくしょっちゅう入院してるとか、入院が長いとかだと1級っていうイメージですね。うん あとはその判定するドクターとか地域差とかもちょっとあるのかな、うん、あのによります。あんまり僕もよく,かっよく分かってないですね、そこら辺は。自分が投球、えー、つける感じで回ったことはないので、はいえー、ご参考ください。うん